こんばんは。もらったんやけど今度持っていこう、ラジオに。あんなか、今日はピースストックありがとうございました。え、今日ピースストック187列目で見てましたやってピースストック178、183列目。え、ありがとう。あ、寒すぎん今日。風邪ひいた人おる？大丈夫よね？お疲れ様、ありがとうございました。ファンの皆さんも、今日来てくださった皆さんも。今日はちゃんと温まって寝るわこんばんはったらこんばんは。え、明日も月曜日。信じられん、みくりんに会えてよかったね。え、そうなんですよ、みくりんさんに会ったんですよ。ピースストック訳して PS っていうの？待って、かゆい。こんばんは。風邪ひかんようにします。でももうなんかすでにね、鼻水がね出とる。みくりんさんちっちゃかったよ。みくりん会ってどんな感じだった？え、まず今日はあの STU48 のステージの後にあのHKT48 さんのステージだったんですよ。ココアファンの皆さんこんばんは。続けてください。こんばんは。ほんでそれを見たんよ。見学させてもらったんですよ。見学というかもうタイガー、ファイヤー、サイバーってもう楽しみながら、はい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 って楽しみながら、あのね、させていただいたんですよ。そう、でもほとんどステージの端っこじゃったけ、まあんまり見れたっていうか、まあ、横に来てくれたら見れたって感じで、ちょっと一緒にお写真を撮ったんですけど、あの 全体で ST48 と HKT48 さん一緒にお写真撮りましょうって集合写真を撮ったんですけど、その時はもうちょっと寒すぎて、本当に寒くて、あ、私これはまずいって、あの上着をもなくて、私だけはあのトレーナーで行ったので、どうしようどうしようっていう感じで、そう、集合の時はなかなか話しかけられずに、まあ、凍えながら楽屋に帰ったんですけど、どうしよう、もうみくりんさんが卒業発表したし、これは会えんかもしれん一生と思って、勇気を出して楽屋の前であの待ち構えて、こうやってで、いざみくりんさんを見つけるとって感じになって、あーって、あーみくりんさん、一緒に写真撮ってください、一緒に写真撮ってくださいますかって言ったら、あ、いいよ、久しぶりっていう感じで写真撮っていただきました。
ちゃかった身長は。え、何話したかって、え、そう、軽かったですよ、ほんまに。小さくて大きくては笑った。待って、私の表現めっちゃうまくないですか、自分でも結構。え、何のことって、いい表現じゃないですか、イクリンさん。そうで、ミクリンさんと話して、そして、あの、なんかさっき写真撮ってもらおうと思ったんですけどって、ちょっと勇気でんくて今リベンジしましたって言ったら、なんか大きくなったねって言われて、あれ、え、そんなみくりさんと変わったか、まあ身長あれなんですけど、大きくなったねって言われて、ああ、え、大きくなった、大きくなった、まあ、あのみくりんさんもすごくビッグになられてって、いや、だってテレビとかめっちゃバンバン出て、で卒業発表したんですねって言ったら、そうしたの、したのって、もうめっちゃ軽くて、おみくりんさん本当に軽くて優しくて、いつもと変わんなくて、いつも見る感じもうなんか全然変わんなくて、びっくりさん。したらもうペコペコしながら、あー、お時間ない中ありがとうございました、すぐ帰ってったので、 HKT さんはすぐ帰られたので広島から。ありがとうございましたって、ペコリ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 、まあ、ちょっとの時間だったけど、これはセンシティブ的に言っちゃいけんもんね。気になる？TPO ですか？あー、なんか寒くて。今度聞いてください、気になる方は。歴としてどのくらい離れてるの？え？みくりんさん何歳に入ったんですか、 HKT さん。私が2017年、からやったっけ。アイチーさんとはお話ししてないですよ、してない。12歳、みくりんさん、え、12歳、何年前、4年歴が、そっか。え、ちょっと待って、そうじゃん、幕張のも発表されたやん、2013年、4つもあれですね、
理由は子供だったんか。4年も先輩、めっちゃ可愛かったです。幕張はリリーベ来てくれますか？お、夜勤明けで行くんで。起こして待って寝ながら来る？イクリンさんとドキドキして話すの私も。ん？晩ご飯食べたよ武蔵。舞とオキちゃんと一緒に食べた。今日楽しかった。ST48 もゴールデンボンバーにいじられたかったね。あ、いじられたかった？もちろん。幕張まで来てくれますか？なんかさ、1年間でさ、武蔵のお弁当どれぐらい食べとるんやろ私。でそれぐらいめっちゃ食べとるんやけど、なんか、え、待って、 HKT さん、え、それな、 STU の T でもよかった。え、待って、全く同じこと言ったんやけど、おきちゃんに。 HKT さんな、 HKT バック48みたいな感じなかったですか？ゴールデンボンバーさんがティーバッグ履いてやってたじゃないですか。 STU の T でもよかったよね。いやー、今度ぜひともやってもらいたいね。こんばんは。あ、3文字メモの、え、ファンの方見えたよ、めっちゃ。いや、今日はね、ハプニングも起きてね、大変だったんですよね。STU。みんな落ち込んでるかもしれない。T が最後。何が大事なのか。ハプニング、疲れ様。ハプニングね。暗闇じゃなかったんですよ、本当は。っていうか、私センターって暗闇のセンターやらなかったんですよ、私。やる予定じゃなかったんですよね。曲が差し替わってて、なんと、そう、実はそうなんですよ。うん、鼻詰まってる。いや、まあそれ置いといて、そうなんですよ。2曲目はもともと違う曲でみんなで練習してて、瀬戸利が
急に暗闇の音楽がかかったんですよ。そうでびっくりしてみんなサプライズというかマジっていうかもうでっていう感じでなんかいやこのメンバーでそう急遽対応して急遽というかもう急遽っていうかもうとりあえず暗闇の立ち位置に立ってまあアンダーでちょこう重なってるメンバーの子はうまく立ち位置についてでいや本当にパニックだったんですよ。暗闇自体は今日のセトリになかったです本当に。で止まらなくて止まらなかったんです。止めなくてって方がもうとにかく止まらなくて曲がでもでもメンバー的には精一杯なんかそういうステージに なっちゃったのが悔しくてあの短いイントロでいやもうなんかかけることもできんしなんかもうやるしかないみたいになってで私はいつもなあちゃんの岡田ポジだったっけえ岡田ポジだと思ってしたらサヤンが私の真後ろにいてあそうだサヤンも岡田ポジだと思ってでユミコのところに入る人が滝のユミコのところのポジションに入るのがサコちゃんとかがいつも入ってくれる系何年ぶりかに何年ぶりかっていうかもうめっちゃ久しぶりに暗闇でユミコのポジションに急に入ってでミッチュが都会で暮らすってこうみんなで窓作るところがあるんだけどミッチュができるってアイコンタクトで口パクでできるって言ってうんって感じです。えもうめっちゃ怖かっためっちゃみんな手震えてそれでえこの後ももしかして他の曲も差し替わっとるんじゃないかみたいなねあ、そう、一個の窓に二人いたのはそういうこと。そう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 。おったでしょ？え、千穂と桃とかよね？そう。もう窓から二人がこうやって、同じポジションをやってたから、もう急遽すぎて、誰がどこやったらいいかわからんみたいになって。ほんまにサヤンも途中まで。てか最初の歌割りの後にサヤン岡田ねって岡田いけるって言ったいけますって曲中の話ですよこれ曲中になかなかおしゃべりしてあとは大丈夫です。あとはもうあのちゃんと練習した通りでもう全部もう終わった後もうなんか怖くてなんかこういうこともあるんだと思ってそうめっちゃ怖かったですほんまに。
めっちゃ怖かったし、本当にめっちゃ怖かったんですけど、なんかああいう時に信じれるのってもうやっぱりメンバーなんじゃなと思って、メンバーの顔見れば見るほど心強かった。本当に昔あったんですよ、そういうこと。めっちゃ初期、一番最初に STU が出たアットジャムの時に、ビンゴビンゴあなたに巡り会えた、このビンゴがワンハーフって言われてたのに、なんとフルが流れて、みんなこんな感じでしたみたいな。マイキューがヘタレのセリフ練習しとったのにって言ってた。そうじゃけ、そうで準備しとったのもあるし、めっちゃな悔しいって言ったよね。メンバーとかリコチもびっくりしすぎて、動揺しすぎて泣いとったし、もうどうし、もう終わった後に怖いってどうしようって、こんなことがあるんやって。いや私も怖かった、ステージ立つの怖くなる。私はでも意外になんか冷静じゃなかったんですよ。結構でもめっちゃ震えたもん、手が怖かった。マイキューも同じ話しとる。そう、マイもずっと話しとったよね、こんな経験があるんだと思ってびっくりした。よかった、無事終わって。怖かったです。うん、こんなことがあるんだ。みちとなんか話してたね。そう、あのこれじゃろ都会で暮らすのこじゃろそう、そこでね、ここでできるって道ができる時間。サーヤンとも何か、サーヤンには岡田ポジでいいって、岡田ポジでいけそうって言いました。そんでそしたら、めっちゃ寒かったし、
え、ちょっと鼻声になっとるよね、私。やばい。まあ今日はみくりんさんにも会えたしね。あ、みくりんさんとお写真も撮れたしね。やりきったメンバーを褒めてあげてください。ピースショック行ったよ、ありがとう。いやー、 HKT48 さんのステージほんまに楽しくて、自分もあんなステージができたらいいなって。みかんたくさん食べた。武蔵のお弁当に入ってるみかん、お決まりがくれてね、みかん全部で3人前のみかん食べた。HKT さんの曲で一番楽しかったの？もっともっとみたいな、もっとできるみたいな。何だったかな、ちょっと待って、急に音程が、さっきまで結構頭から離れんくてめっちゃ歌いとったのに、もっともっとできるみたいな感じの曲。あ、何だったかな。みかん全部食べたよ。君はもっとできる。もっともっと。君はもっとできる。頑張ってけ、俺の分のみかんも食べて、ほんま？言ったね。まあ、ちょうだいよ。何欲しい？みかん。なくなっちゃった。みくりんさんが最後じゃけ？昨日のもう食べたよ。まずね、昨日ね、まあ写真で見えとる、まあ写真で見えとるのは3つぐらいやったやん。3つぐらいしか見えてないって見せかけて、全部で5個、5個取ったんですよ、みかんね。で、まず学園で食べるやん、1個。え、5個見えた？え、5個取ったの見えた。まあ学園で1個食べるやん、みかん。で、帰り、おきちゃんが隣におって、バス隣の席でおきちゃんがくっついとったんやけど、私に。まあ、その時に2個食べるやん、2個で、今日の朝2個食べるやん。ほら、もうないやん、もうなくなるよ。ほら、やばい、眠たくなってきた。頭が回ってなかったね、今。
思考停止です。目に光がない。まずはお風呂に入って温まりたいと思います。今何時なん？どれぐらい配信したんじゃろ。最近はちゃんと寝れてるかな。寝れとる寝れとる。あ、今もう52分。30分ぐらい配信したのか。今はちょっとサラピが心配なので、今はサラピに連絡してみたいと思います。お疲れ様でした。そう、スケジュールもパンパンだし、アンピーの卒業もあったし、ねえ、なんか強そうに見える子ほど一気に崩れそう。では貝ココアさんはランキングを読んで終わります。ここはもう無理しない、大丈夫。ランキング読むね。13位サージカル、12位ツカ、11位スエン、10位キンパイ、9位ノッシー、8位ライトニング、7位毎日毎日コカーの言葉カーリー考えている、ほまコーラ、6位タイムファイヤー、5位コニョン、4位エリアス、3位マキマキ、2位スバル、そして1位はポッパやシマちゃん。ありがとうございます。はい、皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました。もうギリギリ寝そうなカイさんです。バイバーイ、またねー。